田村春夫弁護士。日本人はかつて愚かなマスコミ報道などに動かされ、この方を首相に選びました。ガネットではない。内容はこちら。北村春夫弁護士の怒声論が話題のようです。では、北村春夫弁護士の発言を見てみましょう。北村春夫。この方が大統領ならば、きっとウクライナをロシアに売り渡すための外交努力をして、歴史に究極の汚名を残したでしょう。日本人はかつて愚かなマスコミ報道などに動かされ、この方を首相に選びました。その結果、安全保障上の重大な危機を招き、その所属政党は雲散霧消しました。怒声論すぎる。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。火の玉ストレートやめれ。鳩山由紀夫氏を総理大臣に選んだ愚かな過ちを、国民は決して忘れてはいけない。ネット普及が足りてなかったんだろうな。マスコミが偏向すぎる。今の時代、ネットの普及により、マスコミの扇動が通用しなくなりましたからね。次はこちら。自民党がいつも余裕ぶっこいてるから、一回別政党にしようと思ったら、とんでもないことになった。試しに一回だけやらせてみよう扇動は、一体何だったのか。試しに一回だけやらせてみた。その結果があれでした。お灸を据えるつもりが、日本がとんでもないことになりましたよね。次はこちら。今でも暗黒の時代と揶揄されてますからね。第93代日本国内閣総理大臣、鳩山由紀夫。永久に教科書に載るんだろうな。完全に日本の黒歴史ですよ。最後はこちら。同盟だけで与党になった恐ろしい過去ですね。未だに与党にまたなれると思い込んでるのもすごいですが。この人の功績があるとすれば、総理は誰がなっても変わらないと思ってたのが間違ってたと気づかせてくれたことですね。確かにそれは鳩山由紀夫の功績ですね。結論。悪夢の民主党政権。あの悪夢は今も多くの日本国民の胸に刻み込まれていることでしょう。しかし今の岸田政権もなかなかの黒歴史になりそうな気配がしますよね。そうならないよう、岸田首相には、日本国のため、日本国民のための政治をしていただきたいものなのですが、無理なのでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。